はい、ガチンコ抹茶クラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。来たる7月23日21時からガチンコズームライブ第2弾がございます。こちらの方に皆さんをね、招待したいわけなんですけども、ズームのライブですから該当の URL は動画説明欄につけておきますんでね、こちらの方からご予約いただきたいんですけども、第2回目のテーマはですね、2つ大きくあります。1つはですね、ホームジムですね、ホームレスからホームジムへというね、そんな冗談みたいなタイトルつけちゃったんですけども、ミスター M さんってもともとホームレスで、私も2年間ですけどもホームレスをしていたんですよね。そして共通点といえば、今お互い家の中にホームジムがあるわけなんですよ。いや、このね、なんか相関性はなかなか見逃せないかなというところで、ホームジムにはどんな種類があるのか、それぞれの特徴、予算、困った点、こういうものをね、語り合えたら皆さんの参考になるんではないかなと思っております。で、2点目なんですけども、サプリメントですね。まあ、私はね、マイプロテインっていうところを今回初めて使ってみたんですけども、それまでもね、あのサプリメントは断続的に単品買いしてたんですよ。で、今回はマイプロテインってものを多分継続買いすると思いますし、あとね、バルク買いっていうからまとめて1万円前後ドンドンドンと買うような感じがするんですよ。まあ、ただ関税とかの関係もあるんで、欲しくてもバン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 買えないわけなんですけどもね。まあ、こういう風なプロテインの、まあ、いわゆるね、裏側ではないんですけども、やってみたらこうだったみたいなこともお話しできればなと思っております。で、このマイプロテインの特徴っていうのは、いろんな種類があってね、飽きないというところですね。プロテインって本当にね、美味しくなくって、飲むことも修行みたいになっちゃうんですけども、このマイプロテインの場合は、まあ、言われなくてもね、ついつい粉を溶いて飲みたくなっちゃうみたいなところがありますんで、本当に皆さんにはね、おすすめしやすいなというふうに思っております。それではね、ホームジムとプロテイン、この2つのテーマでちょっとね、ミスター M さんとやり取りしていきたいと思いますので、皆さんお付き合いくださいませ。皆さんからのご質問もお待ちしております。それでは